母心小学校始まりました。お願いします。さあ、世の中春休み間もなく突入ということで、勉強しますかということでね、今日は社会の勉強をやりましょうよ。社会、うん、で、国の名前を覚えましょうよ。ああ、なるほどね、うん、それは、まあ、いっぱいあるが、何カ国あるんだっけ。世界、何カ国あるかはここに出てます。176とかやなかったかな、間違ってたらブブーですけども、はい、ということで今日はね、いろんな国ありますけども、うん、覚え方としてはね、はい、国を1回言うだけでは覚えられないので、いわゆる2回出してダジャレにして覚えようじゃないかと。例えば、例えば有名なのは、オランダには誰もオランダ、うん、覚えやすいよね。はい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 。オランダという国があるんだということを覚えられますから、うん、これを古今東西形式で、何何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 という、結構ハードル高いと思うけどね。頑張ってみようか。うん。でもある程度ね、時間はちょっと余裕を持たせて OK にしましょうよ。じゃあ、古今東西国名のダジャレね。うん。2回出てこりゃ、まあ多少無理があっても大丈夫にしましょう。じゃあどっちからいきますか。じゃあじゃんけんして勝った方が、うん、オランダのを使っていいっていうことで。オランダには誰もオランダを使っていいってこと？そう、勝った方がね。有利ね。有利よ。いきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい！よっしゃー。ではいきましょうか。うん、国名を使ったダジャレ。ここの東西か、行きましょう。何つまんで、あ、その時点でもう難しいんじゃないな。いろいろ考えちゃってる今。え、行きましょう。ここの東西、国名を使ったダジャレ。オランダには誰もオランダ。ドイツ国旗の柄の T シャツ、ドイツんだ。インド人はみんなインドア派。へえ。チリで日焼けしてチリチリする。3つ入れてきたね。ロシアの殺し屋、おー恐ろしい。これ聞いたことあるやつ。先に使いました。聞いたことあるやつなんかあったな。スイス人が水泳でスイ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 泳ぐ。やばいな、もう。スペインで酸っぱいことをスッペイン。苦しくね。苦しくね。2回出りゃいいんですか。コンゴの今後が気になる。韓国に是正せよと勧告する。朝鮮に挑戦する。ちょっとやべえな、あとなんだ。ブラジル人が毎朝飲むのはブラジルだ。ダジャレ今。ダジャレ。中国人はキスを飲み込む。中国君。ちょっと分かんなくなってきた。もうやばいな、これいいのか。アルゼンチンの電子レンジはアルゼンチン。ダジャレこれ。アルゼンチン、ちょっと待って。はい、次どうぞ。あとは、トンガがとんがってる。私？そうだよ。私？イギリスで有名な動物は
イギリスだ。何今のは。イギリス。イギリスって何？リス。リスの名前。え？何？2回出てくれ、大丈夫なんだから。そう、イタリア人は、背中が痛い。イタリア。リア。後ろ。リア。イタリア。いいですね。いいですね。まだいけるか？イラクの人は、イラク日本のことを気に入ってるらしい。イランはイラン。ああ、もう最悪だ。私ヒント出しちゃってる。ちょっと待って。ガーナの人は、ガーナの人はそれでいいがな。はあ、なるほどな。トリコになってる。トルコのトリコになってる。タイの人は九州弁を使うったい。はい。スウェーデンの人はボクシングが堂々としてるな。スウェーデン。スウェーデン。そういうやつ？スウェーってここの動きね。ボクシング。そういう動きがあるんだ。スウェーっていう。スウェー。スウェー。スウェーはこうか。こっちだね。ちょっと待って。アメリカに多い名前はアメリカ？アメリカ？キューバには馬がいるって。キューバには、鳥がキューバいる。ポーランドで一番有名な化粧品はポーランドだ。これだいぶ前に試合終わってる気がするけど。あと何があるかな。ギリシャにはヤブイシャッぽい人が多いよ。ギリシャ。ギリシャ。ベルギーの金はなんだか変な音がするな。ベルギー。いや、もうダメだろ。なあ、もうこれまだ行く？今のオッケー？5秒。日本人が裸に日本ポン。日本ポン。それ言うのはスポポじゃないの？日本ポン。スリランカに行ったら一度ぐらいはスリランカ。やべえな。
かー悔しいかー3人インド行ったもんな、終了もうね、どんなダメ試合、どの試合でも負けですから。うわ、悔しい。あなたサッカーでいろんな国知ってるでしょ。それなのに出てこなかったんだ。ダジャレがもう出てこなかったな。さあ、じゃあ。だってアイルランドとか全然できなかったもん。アイルランドは難しいよ。アイルランド、アイスランドとかその辺は長いのダメ。でもあとずるいよ。私イラク言ったらイラン言ったりするのずるいよ。ずるくないじゃん、それは。だってここの東西も朝鮮に朝鮮だったから。どっちかっていうとお前、私踏み台してるやん。あと、いや、後で見てみ。何、結構ギリギリやと思うよ。イギリスのリスはイギリスとかよくわかんないよ、もう。そう？うん、そういうリスいるのかなって思ってる。いや、2回出しは覚え、いいからやらせろ。俺のともクオリティ高かったと思うから、今回は。クオリティじゃない、出すかどうかだ。それそれいけたさあ、痛かった。痛かった。ということで、今日の授業、これまで。やってみてね。